北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。こんにちは、はい、北川八郎、人生を変える出会い、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日はですね、嬉しい報告と、それに付随した、今日は回になると思いますが、先生ね、以前にですね、先生がまた新しい、本を書かれているということで、そのご紹介少しいただいてましたが、ついにね、発売になったということで、おめでとうございます。 ありがとうございます。はい、はい、先生、じゃあ改めて、その今ね、はい、ものもあると思いますので、まあ、本というものではなくて小冊子、ね、あ、そうですね、絵と言葉の話もありましたね。絵と言葉で、まあ、表紙はこんなんなんですね、はいはい、おー、すごい。あなたに捧げる道案内、光の小道、はいはい、あ、小道、やっぱりひらがなにしたんですね。そう、ひらがなにしました。いい、ね、はい、で、この色なんですね。で、はい、素敵、はい、中はこういうふうにこう絵と文章をじっと、はい、ので、やってます。はい、どういうのかな、その色もいいですね。水の色というかで、こういう感じで、うん、はい、うん、先生の絵と直筆の直筆の、ね、ね、筆書きの、そうそう、あなたとこうつながりました。あ、素敵、はい、あ、いいですね。女の子、書いて、で、はい、ま、ちょっと工夫をしたんですね。工夫、はい、どんな工夫ですか。はい、まあ、後ろに書いてあるんですけど、はい、ここ、取引しないっていう。はいはい、取引しない。はい。で、ここね、なんか全部全部ここに線を入れてもらったんですよ、ここにこう。そして切れるってことですか。そうなんです。で、気に入ったところを、はい、送ってもらえれば、こう、はい、こんなのにして僕は印鑑を押してすごすぎる、はい、先生、それはすごすぎるじゃないですか。そんな言っちゃうとたくさん送られてきて大変ですけど、いいですか。はい、だからその努力します。その代わり、郵便代とあれは、もうそれはもちろんです。ちょっと袋入れて、どうも1000円ぐらいかかりそうなので、私はこれをしますっていう、こういうハンコをすると、はい、なんかやっぱり品が出てくるんですね、これ。いや、すごいすごい。え、で、はい。で、そしたら会話ができるしね。いやいや、本当。つながるし、だから、はい。はい、ああ、すみません、なんかもうあまり興奮しちゃって、いや、すごいなと思って。今のね、あえてですけど、その絵手紙というかね、絵と言葉の形の小冊子っていうのは、まあ、もちろん先生のものなので特別ですけど、あえてですけど、これお叱りを受けることを覚悟の上で言うと、その中身が素晴らしいのはもう分かりきってるんですけど、その絵と言葉っていうのは、まあ世の中にたくさんあるじゃないですか、そういう本、はい、いや、なんですけど、うん、そして先生あんまり普段おっしゃってるようにあえてこう言いますけどね、インターネットとかもあんまり強くないし、っておっしゃってながら、この今の最後のアイディア、そして双方向、こう本というか、それを介してまだ見ぬ人とつながってみたいな、つながる、はい、これどこからこんなアイディア出てくるんですか、これ。うーん、すごすぎます、本当に驚いた。そう、つながりたいと思ったん、はい、だから今までの出版の形式を全く変えてしまう、はい、そう一方通行ではなくて、はい、相互通行にしたいって、はい、そこに手紙だと大変だけど、うん、印鑑をしたり式なあれして交換したいって、うん、意思をつなげると言いますかね、うんうん、でそこのあまりお金を取らないで、経費だけでやってしまうと言いますかね、でそのから自分の手間は惜しまないっていう、手紙を書く代わりに、手紙を書くのと一緒ですよね、すべての読者と手紙をやり取りするようなもんで、だから読者がこう、好きなところをこう選んで、送ってくれれば、ね、私は全部それを送り返しますって、こんなふうにして。それはすごい。本当はね、額を送ってあげたいんだけど、もう一つ言うとですね、変な話だけど、私はこの原画が欲しいって言われたんですよ。
ああ、まあ欲しい方いらっしゃるでしょうね。それで、うん、だから原画はちょっとあのなんて言いますか、あの1枚しかないっていうかね。まあそれはそうです。オリジナルはね。はい、だからさあのそういうギャラリーで売ってもいいようなあれなので、うん、ちょっとこうまあ5000円以上から1万ぐらいの間で、うん、なんかいいのと悪いのがあるんですけど。販売しましょうってなって、うん、欲しい。それでも安いですけどね。抜群に。いや、高くはないけど、うん、だから全部印鑑をして額をつけて、なんか欲しい。はい、送りますって。だから好きなページをなんか書いて、はがきで送ってくださいって言ったんですね。いやー、本当にすいません。でもなんか、うん、1枚しかないからね、ちょっと売り切れてしまう。はい、としまうので。ひょっとしたらもうあまりいいのは売れてしまってる可能性がありますね、うん、この時点では。そうですね。なので、まあ、そこはそこでありつつ、全員がそれを享受できるわけじゃないので、その、ね、今回のこの形だったら、少なくとも買ったものに関しては、ね、先生にお送りすればお戻しいただけるってことだと思うんですけど、この、すみません、同じ質問になっちゃうんですけど、そのアイディア、以前、この番組の中でも光の小道書いてますって話あったじゃないですか、うんうん、その時はまだそこの話は出てなかったんですけど、やっぱりなんかこう、どこかでいきなり最後の方で湧いてきたんですか、いつで湧いてくるんだろうなと。印刷する前に、なんかつながりたいって言いますかね、なんかこう、はい、こう送ってしまって、何も向こう、うん、買ってくれた人とのつながりが途絶えるって途絶えてしまうし、うん、このもう一つこの原画が欲しいっていう方がいたんですね。先生、この原画売ってくださいって言った。そうか、この原画ってのは1枚切りだから、この本の中で好きな部分をなんかそうです、ね、言ってくれれば、じゃあそれのに対してこっちからお礼をしようと思ったんですね。それだからこう、じゃあどうしたらいいかなと思ったら、こう線を入れてもらって、そこを切り取ってもらって、送り返してもらえれば、なんかこっち印鑑とか手紙書いてなんかできるかなとか思ったら、うん、まあそれを聞いた周りの人たちが、そんなことしたら大変ですよ、たくさん手紙が来て、うん、と思いますよね、普通は印鑑してとかでも、いやいや、もうそれはこう惜しまないって今ね、うん、もうね、勤めてるわけじゃないし、それは惜しまない、手紙のつもりでやりますということで、うん、まあ、それを後ろに書いたんですよ、ここに本の、そういうことをやるよっていうのを最後に書いて、はいはい、みんなちゃんと送り返してくれば、お知らせっていう感じですね。おお、すごい。はい、家を帰って、すごいな、送ってくれればって言って、はい、いつ思いついたっていうよりも、うん、まあ、なんかつながりたいと思うが、どっかにあったと思うんですね。このコロナで家に行ったり、なんか落ち込んだり、はい。うん、で、ありました。それからですね、はい、第2弾もできたんですね。第2冊目って言いますか、ね。もうできてる。すごい。第2、はい、もうちょい先生、引きで見せてください。あ、こうですか。あ、そのくらい。はい。はいはいはい。で、これはこう、あっち、こっちだよって言って、同じ枚数で、やっぱり。すごいな。いや、こういう、別な言葉なんですけど、はい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 、こういう感じで。うん、ですかね、ここでいいと、ね、はいはいはい、よくます。でこれをだから今これが印刷終わったんですけど、うん、この後これをなんかまたここにも原画があるからですね、はい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 、はい、でこの第3弾はもうできてるんですけどね、もう第3弾すごい第3弾はなんていうか、国品っていうか、すごい自分がド貧乏だった時の27年間。ああ、極貧時代ですね。はい、はい、あばら屋に住んだ時のことを、こう、やっぱこんなふうに書いて、うん、で、それからそこから、どうして今みたいな幸せ感と、うん、それから、こんな立派な家に住めたかという、いきさつですね、うん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 。で、それはこう、ハウツーではなくて、不思議な体験、うん、なんかね、こう、セレンディピティとか、うん、なんかそういう、不思議なことが起きたから、どうしたら反映していくかを、こう、ちょっと、短い文章で、第3弾まで書いたんです、うん。国賓から自分の望む世界へって題名でね。うん、いや、ハウツーではなくて、こう、願いや祈りや、そういうものにつなげたときに、それをやってきたっていうのが第3弾で、うん、まあ、第3弾で終わろうかなと思ってるんですけど。
すごいですね。でも今第3で終わろうかなと思ってるんですけどって先生おっしゃいましたけど、なんか感覚的には今やろうといくらでもなんか今湧いてきそうなインスピレーションずっと全開な感じですね。そうですね。でもあまりすごく一つのものにこうあの追いかけと得意じゃないので、オーバーしすぎないみたいな、はい、でもまあ諦めないで希望を持っていくと自分の望む世界にはある程度の望む世界には行かれるっていうか、うん、まあ望む世界というのは争いと競争と人を傷つけないという世界なんですけどね、どこに行くことができるよっていうのが第3弾で、第1弾、第2弾、第3弾で、すごい極貧の、ごく本当にど貧乏の家から今のこうきちんとした家に住めた一冊、そんなに努力しないでも対人関係と仲間と自分のこう少し小さな才能に生きると、まあ、平和な静かなとこで争いなく生きていける極意みたいなものが第3弾に書こうかな、あもうだいぶ今書いてるんですけど、ね、はいはい、第2弾できたから第3弾いきます、ちょっと期待してくださいっていう、いやいやもう期待度満点ですねこの間かかった時も満点でしたけど、もうそれをはるかに上回る今なんか感覚受けますけど、こう先生こうなんて言うんでしょう、まあ、最後にというか伺いたいんですけど、まあね、今その先生の壮大な3つの話、そしてそのつながってる話聞きましたけど、やっぱり1ページ1ページさっきの送り返す話ですけど、そこでもまあある意味日めくりとしてね、単独でも十分楽しめて深く刺さると思いますけど、その1冊当然読むこと、それを3冊すべて通しで読むことで、なんか今の話聞くとね、先生自体のこうこれまでっていうのも多分なんか読んでる人もこう追体験もできそうですし、なんかいろんなまあ楽しみ方、読み方、見方ってできそうですね。そうですね、まあそうというか、最初は苦しみと悩みと前が見えないっていうこうなった不安感がこう、それをどうやって希望につなげていくかっていうのが今1番と2番なんですね。で希望が生まれたら、あそこから今度は自分のそれを実現する方法っていうんですかね、実現する世界へこうどうやっていけたらいいのかっていうのは、ハウツーではなくて、そんなにこう戦ったり仕事をうまくしたりというなんか慌ただしく生きることやがむしゃらに生きること をこう乗り越えた世界っていうんですかね、はい、うん、そういう世界に行って自分の希望を現実のものとするっていう、ところにこう第3冊目で持っていきたい、少しずつこう導くって言いますかね、そういうシリーズものなんですけどね、楽しいです。全然だから絵と、それは絵と短い文章と僕の字でやっていく。で、だいたい1000円ぐらい。はい、全部1000円、リーズナブルですね。だから本ではなくて小冊子ですね。小冊子、ね。市案内の小冊子、うんうん。なんかそんなに高くはしてない。はい。うん、先生、最後に、はい、ちょっとリクエストなんですけど、まあね、光の小道のその意味についてはね、以前 お話しいただいたんで、皆さんご存知だと思いますけど、せっかくなんで、まあ、1冊目、2冊目、3冊目、どれでもいいんですけど、今日最後に、もう先生のインスピレーションですけど、なんか1ページだけ見せていただいて、その言葉をお送りいただいて、今日は締めたいななんて勝手にわがまま言ってるんですけど、いいでしょうか。そうなんです。はい。そうですね。先生、今直感で。直感で、あれよかったかな。これでじゃあ、はい、ちょっと読んでみてもらっていいですか。はい、はい、もうちょい、あ、いいですね、はい。何があっても微笑んで、あなたを力づけてあげたい。いつまでもあなたの味方でありたい。そう思ってます。なんかアライグマもいますね。猫ちゃんもいますね。ワンちゃん。そうですね、はい。絵は関係ないんですけど、まあ、こういう思いで、はい、なんかいろんな人とつながっていたいなと思ってますね。ありがとうございます。なんか先生のその思いも伝わるだけで安心ですし、なんかそれがそのまま伝播して、なんか人にもそうしてあげたいと思いますね。なんか今それ見ただけで。はい。なんか、はい、そういうふうに言って、お互いにいいつながりで励まし合って、この生を、はい、前の生はみんな友達を失った悲しい、父を失った悲しい話だったんですけど、うん、はい、残された私たちは、もう少し希望とね、はい、勇気を持って、なんか次の残された時間を仲良く生きていく、はい、まあ、でこうやって見知らぬ人ともつながる時間を、はい、この本を通して持ちたいなとか思ってます、うん、一方的に読んでもらうだけではなくて著者と、はい、直接つながることができますよ、そうですね、
いいアイデアですね。いや、素晴らしいと思います。本当にあの、先生、SNS とかあるじゃないですか。Twitter とか、はい、ああいったものでつながるって言われてますけど、はいはい、まあ、それがね、悪いとまで言わないですけど、僕は個人的にはしっくり来なかったんですけど、やっぱり先生のこの、つながるって、本当のこれ、つながるですね。そうですね。うん、はい、ということで、先生のこの光の小道シリーズ、配信時にはおそらく、サイトに、少なくとももう第1弾は出てると思います。この第2弾もどこかのタイミングで割とそんな待たずに出るんですかね。あ、もう出来上がってるから、第1弾千冊近くもし行ったら、その資金でもうあんまり大した値段取ってないので、はい、その資金がないので、あの第1弾が売り切れしっかり、ね、売れて、あの、しっかりじゃなくて、あると売れて、はい、印刷代が出れば、また第2弾すぐ取り掛かりたい。はい、じゃあ、ぜひぜひ本当にね、あの、みんなで、あの、読みたいですし、あの、僕もちゃんと購入して、ちゃんとお送りすれば戻ってくるんですよね、先生から。はい、ことですので、はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただいて、まあ、いずれにしてもね、北川先生のホームページには間違いなくその情報出てると思いますので、チェックしてみていただけたらというふうに思います。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を引き続き募集しております。詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川@kiktas.jp までお寄せください。そして、1ヶ月後ですね、北川先生の、断食会が千葉で、あります。千葉の国民宿舎サンライズ九十九里ということで、6月10日から、12日2泊3日で、開催されます。こちら貴重な機会ですので、ぜひ皆様、ご参加いただけたらと思います。定員20名です。ぜひぜひ、はい、この場で行ったらおかしいけど、その頃、はい、状況めったにできないので、もしもできた時に公開であるみたい。いいですね。ちょっと打ち合わせですね。これ社内打ち合わせも混ざってていいですね。ちょっと頭入れておきます。確かにその頃にはしたいですね。6月朝もうすぐね、300回ですしね。そうですね。はい、そうなんですよ。なので、ね、記念して、はい、ぜひぜひ公開録画横浜で、はい、やりたいです。内閣の地元で、はい、できたらいいですね。そうですね。はい、ちょっと頭に入れつつ、こちらもプランニングしていきますので、またその際お知らせさせていただきますので、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、北川先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。